ライブ開始でいいですか、うん、はい、OK です。で、OK。 あ、はい、あ、よし、はい。今 BGM 鳴らしたら、うん、これ完全次数流れるんですか、ここの曲も。ね、うん、ここは PC からの音は、OK、なんか、なんだろう、例えば、もうあとりあえずやばいって思ったら、曲をかけていくか、喋らせておいて、読んで。まあ、多分大丈夫だろう。あいつら聞こえてるの？大丈夫、聞こえてるのそれ。聞こえてる、耳当ている？聞こえてる、聞こえてる。あ、そう？何、今日はもともとこの一人でやるつもりだったの？うん、やる？今日借りたまってんす。頑張って一人立ち。さあ、あと1分切りましたね。俺だけ本当に意味が分かんないっていう。それぞれの仮想に触れてってね、仮想に触れてってね、うん、苦情言うからちゃんと。あれ、あとツイキャスとかインストのじゃなくて、あのリサーチのとか番組の内容とかも。番組内容もう覚えてないですか？こっちいいわ。準備です。はい、というわけで今日はそうハロウィンでございます。イエーイ。ちょっとエコーかかりすぎて聞こえなかった。びっくりした。ハロウィンでございます。はい、今週は、はい、今週の秘密の部屋はディジャラタクト新進進行と原俊でお送りします。どうも。はい、どうも。久々の登場ですね。そうですね。はい、まあ今日はハロウィンですよ。ツイキャスの皆さんは分かりますが、そうですね、今日僕たちは仮装をしています。仮装仮装ですね。まあまずじゃあ自分から、うん、まああの狼の被り物かぶって今日はガウガウしていきます。ああいいですね。じゃあ一旦慎吾さん飛ばして原俊さん行きましょう。はい、今日はどんな仮装ですか？今日はですね、私の愛するサッカーチームサガン鳥栖のユニフォームを着てきました。サガン鳥栖のユニフォームです。今日俊さんは、ちょ、背番号が17番なんだけど、はい、この17っていうのはサポーターナンバーと言いまして。ああ、そうなんだ。ほう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 。え、めっちゃなんかいいユニフォームです。いいユニフォーム。着心地の方いい。ああ、そうなんだ。今日あのサッカーボールを持ってきたからね。はい、そうですね。そう、ね、サッカーボール持ってきてます。彼はいやもう こだわり抜いてますね、本当に。仮装がサポーターと。なるほど。そしていやなんか新信号あの、ね、どうした？いや、ちょっとうちから出るクレヨンしんちゃんファンがね、あの出てきてしまってからね、あの仮装という形に出てきたのかな。あのラジオの皆さんには、うん、あの説明します。はい、彼のあの服のこの首元からクレヨンしんちゃんの白が出てきてます。犬ですね。犬ですね。これです。要はあもう抜くんですけど、仮装というか、はい、
なんか白大好きなやつみたいな体から出てきてる白だけ白感謝祭みたいなハロウィンではなく白感謝祭でもこれ頑張った方だと思いますよ自分はだから白感謝祭ってさ白死んだみたいになってたやめてください勝手に違うね違うね、まあ、白ファンっていう仮装ね、いや一応俺責められてるけど誰もまともな仮装してないからね今日ね、左端サッカーファンだし右端あれただのマオミズファンだからね、そうマオミズファンですね俺ただの白ファンだけどさ、まあこのね FM ギノワンの向こう側のチャタンでは今頃パーティーしてるんでしょうね、そうですね、明るいですね今日も、明るいですよ今日もキラキラしてますよ、沖縄ではねチャタンっていうところでね、そうそうそう、いつもハミは仮装パーティーみたいなのあるんですよね、そうあのまあ日本でいう渋谷みたいなね、ああそうだね、まあ沖縄ではまあチャタンがなんか一昨日ぐらいからもうあもうそんな早めにやってるんだ、パンプキンパーティーしてるらしいですよ、これでいけると思う、これはねあのある意味美味しいね、ああそうだよねある意味美味しいやつだ、最終的に恥ずかしくなるよこれ抜きゃいいからてかもうなんか2人ともなんか美味しいやつだなんか俺の場合ただかぶってやつって感じだけど1人なんかサポーターだし1人なんかやばいやつだしいいの裏話言っていいの裏話じゃいいよ裏話いいよだっていいよ、あの1時間前に仮装してきたって言われたからいや車の中にあるのこれしかねえなと思って私は持ってきたよ、一応ねこれかスーツのジャケットだよどっちが仮装それだな、だよな、よかったサラリーマンっていう仮装でもよかったかもしれない、そうああなるほど、うん、中途半端だったなすいません急でしたね、はい急でしたよ本当に、はいすいません、まあ、というわけで今週というか今日は3人でやっていきますよ、はいはい、はい、ではまず、まあ、いつも通りメールアドレスの方をしゅんさんお願いします、はいメールアドレスの方を言います、797@fmginowan.com、はい、797@fmginowan.com です、ありがとうございます、じゃあ続いてしんごさんツイキャスの方を、はいこの放送は随時ツイキャスで、あごめん今なぜか復唱されましたけど聞こえてるのかな、これ大丈夫です、あ大丈夫ですか、あよかったです、あの、はい、ツイキャスで随時配信中です、でまた新しくサイマル放送といってリッスンラジオというアプリを取っていただければこの FM ギノワン BGM から曲全部が入った放送が聞くことができます、ちなみに今日の放送は多分リッスンラジオで聞いた方がおすすめですね、そうなんですか、ちょっと今日は音の方が重要なので、ほうツイキャスの方は最初のあのねやっぱりハロウィンで盛り上がっていただいて謎仮装謎仮装でねまあまあまあ、はい、企画は後ほどぜひぜひぜひ、そして番組では皆さんからのメールやここでしか言えないぶっちゃけ話お悩み相談などをお待ちしております、はい今日はまあ3人ではいやっていきましょう、よろしくお願いします、じゃあ早速ツイキャスね、早速ねツイキャスのコメントが届いてます、じゃあしゅんさん読み上げてください、はいチャラ AKB ファンさんからですね、違いましたねチャラチャラいAKB ファンさんから、お進化したの進化しましたねとうとう、皆さんこんばんちーす、今日は男3人か、はいもう今日は男3人かっていうかこのね先週先々週、うん、あのねガールズ2人だったじゃん、それで満足じゃなかったの先週すごかったですからね、先週すごかったな本当にね、見た先週はまだ見てないのよ、見てないの実はすごいよ、ツイキャスで42人見に来た、そうなのコメントパニックだったよ絶対、ちょ、あの仮装は見てよ、うん、Facebook であの、何セーラームーンみたいな仮装だったっけ、そう、ねうん、セーラームーンっていうか、もうただのセーラームーンムーンじゃないな、あれはな、うん、まあそれなのかな、まあ可愛かったですけど、そう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 、やっぱ可愛さって正義だね欲しいね、欲しいね、可愛さが可愛さが欲しい、俺たちも今日多少可愛くないかな、仮装してたらいや、あの新進慎吾さんが全て壊してる気がしますね、いや今日怖いですよ今日こいつで可愛さ持ってると思ってるよ俺そっちにしか目がいかないわ、うん、白が可愛い、白が可愛いわ、中和されてんのかな、まあいいや、はいごめんなさい、はい、今日はうんどうの、もうすぐ企画いっちゃっていいの、それとも一旦ブレイク取る、ブレイクタイム、一旦 CM 行こうか、じゃあ CM 行こうか、そうだね、それでは皆さん今から CM 後は、あちなみに今日はね新たくが独り立ちしてるんだよね、 DJ 新たくが、あーそうそうそう、今日ね今日からミキサーを一人で使ってますね、ロキさんのサポートをぜひ応援よろしくお願いします、そうちょっと曲だったらすいませんそれでは CM の後にあの企画が始まります、それでは皆さん CM 後どうぞ、早かったな CM 早かったな、失敗した、持つあの企画
企画してそこから何するかで企画どんぐらい持ちたの。まあ音楽流してもいいし、なんとか、なんとかな、わかんない、やったことないから。やったことないな。あと企画タイトルからエコー入れてねえじゃん。あと15秒、うん、早っ。二人とも可愛いよなって、お前より俺の方が知っとるんじゃん。こちらですみたいな振りよろしく。最初の振りこち、最初の企画はこちらですみたいな。でエコー。はい、というわけでハロウィンの放送秘密の部屋でございます。はい、はい、あの皆さん、あの覚えてますか、僕たちが2週間、3週間前かなに出演した時に、だいぶ前だね、あの英語のね、そうですね、テストをしたんですよ、ね、はいはい、ありましたね。2人とも悲惨な結果だった。こう聞いて単語を書くとね、でその勝負の結果、はい、まあしゅんさんが1対0で勝つ、はい。ね、あれ相当問題数やったよね一応。でまあ負けたしんごさんには企画を練ってきてもらおうと。そうですね、なったんですけども、2週間ほどかけて。そう、大丈夫ですかね。大丈夫ですよ。大丈夫ですか。はい、それでは、はい、どんな企画を持ってきたんでしょうか。本当にね、俺何も知らないからちょっと聞いた気もするけど。それではしんごさん準備いいですか。緊張ですねこれ、大仕事。それではしんごさんの企画第1弾はこちらでございます。歌で料理の愛情を語れ、替え歌料理愛情。なごめんなさい、ちょっと待って、もう一回やらせてほしいな。ちょっと、ね、もうダメ。あのね、あの愛情大作戦か大愛情企画かなんかね、知らねえよそんな。悩んでたんです最後に。愛情うん。いやそんな2つと変わんないですからね。あ、そうですか、すいませんね。何何、すいません、この企画呼ぶのにまず慣れてないんでね。じゃあ説明を、説明して慎吾さん。まあですね、この企画というのがですね、やっぱりテレビ番組とかね、魅力的な企画いっぱいじゃないですか。ああ、はい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 、ね、いろんな企画、罰ゲームでもあったり、うんうん、まあ、楽しい企画、クイズ企画も、まあ、いろいろありますよ企画。その中でも私はですね、ちょっとやってみたいのがあって、うん、はいはいはい、まあ某番組、某年末番組の、はい、某年末番組の某ダウンタウンさんがやってる、まあ、某使い某使いあらへんでってやつですね。某ガキツカね。はい、某ガキツカですね。っていう番組でですね、うん、替え歌で料理への愛情を出すみたいな。あるね。そう、あるよね、そんなのが。ね、それをね、実際に自分たちもやってみようじゃないかと。マジで。っていう挑戦企画でございます。いかがでしょうか、この持ち込み企画。なるほど。はい。ハロウィンと関係あるのか分かんないですけど。関係をあるようにするのが私の腕でございますね。おー、見どころですね。すいません、ありがとうございます。それでは。やりましょうか。本当に俺何も知らないから、本当にね、ちょっと進行というかお願いしていいの。いいですよ。じゃあとりあえずルールとしてはですね、うん、今から童謡を流すので、童謡、はい、この童謡はオルゴールの音なので、ツイキャスでもユーストリームでも聞けるようになっていますね。なるほど。でこの童謡に合わせていただいて、うん、私が料理のテーマを言うので、テーマというかこの料理名を言うので、はい、その料理名について即興で褒めてください。あ、褒める。そう、料理を褒めて。そうね、これよく起こる間違いが、作り方を説明する人がいるけど作り方じゃないから、いや、やってもいいんだけどね、別に。 OK、 分かった、はい、で、その判定を私の独断と偏見でいいんですかね、これは。あ、しんごさんやんないの。しんごさん、そうなんですね。え、企画者っていいんじゃない、やらなくて。まあまあまあ、そっかそっか。まあちょっとまあいいですよ、それ、その感じで。だから例とか、例っていうか、例が欲しい。例が欲しいですね。例が欲しい。うん、まあとりあえずじゃあやりましょうか、はい、じゃあかりました。こっちの音楽切っちゃっていいのね。いいですよ。じゃあ切りますよ。じゃあはいはい、キャリーパミパミが今切れましたね。言ってなかった今、パミパミって言ってたんじゃん。言えてましたね。おお、キャリーパミパミ、ワイもアウト。マイナス1ポイントしますキャリーパミパミ。おお、いいね、ありがとうございます。なんだこれこういうところが流行るんだねはい、じゃあねまずじゃあ最初の曲、うん、テーマは、うん、雨降りという曲ですね。雨降り、はい、一度皆さん聞きます。聞きたい聞きたい。聞きます。じゃあ行けますね、すぐ行きますよ、うん、行きます。あー
という感じでですね。なるほどね。はい、雨降りが流れるんで、すぐ考えてくださいね。じゃあこのもうあの自分がテーマ言うんで、うん、これ前奏がないんで。そっかそっかそっか、はい、前奏ないんで、はい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 、パンプ、あ、間違った、あのキャリーパミパミに引かれてますね。パメパミか、パメパミ、パメパミって言うのかと今、うん、まあその料理名言って3、2、1で流すんで、はいはい、それでぜひともやってほしいですね。え、これどっちからやるの。じゃあ、じゃあどうします、じゃんけんできます、それか慎吾さん例出す。じゃあ慎吾さんは例を今出したくない。出したくない、なるほど。出したくない。じゃあ DJ から行こうか。マジでやっべ、うわ、さ、初めての企画でしょ。初めての企画だ。そうだよ、いつもこっち側だからさ。じゃあいいですか。うん、行きますよ。うん、それではテーマいきます。テーマはパンプキンパイ。パンプキンパイ。3、2、1。サックコロモンのサクサクコロモン、カボチャを潰して入れました。いや、ねえ、いてんの、おい、暖かいね。ストップ、待って待って待って、ストップ。思ってる、すごいいい感じかな。待って待って待って、まあ、ね、パンプキンパイっていうのがね。パンプキンパイです。待って待って待って、あれ一つだけ言わせて。どうしたどうした、あの、どこで終わるか分かんなかったわ。あ、なんなんなんで終わっていただいて。あのね、評価としましてですね、とりあえずサクサクしか聞こえてこなかったの。いい音でしたね、でも。いい音、あ、サクサクっていう感じか。焼きたてなんですかね。俺、勝手にエビ、ね、俺、勝手にエビフライ来ると思ってたから。本当に勝手ですね。サクサクは用意してたのよ。いや、ハロウィンですからね、やっぱりね。絡めてきたね。パンプキンパイからまず行きましょうと。なるほど。ただどうしましょう、ハロウィンネタがつきそうです。次、シュンさんか。つきそうですね。頑張りましょう。あ、なるほど。ではでは、じゃあシュンさん、用意はいいですか。はい、大丈夫です。じゃあ行きます。じゃあテーマ、おむすび。3、2、1。母親にぎって朝ごはん、家族みんなで食べようね、のりたまかけたら美味しいよ。うまい。よくないですか。いや、今良かったっすね。あれ、今ちょっと準備してた。いや、してないですよ。これ準備したし、多分俺が来る前に2人でなんか、いや、しゅんさんやらせはないです。ただ最初らへん、母親握ってって言われたから、母親握んのと思って。あ、そこら辺が曖昧でしたけど、多分あれだよ、一人暮らしだからお母さんのおにぎりが食べたかったんじゃない。そうね、お母さんの味が恋しい。なるほど。本当かよ、本当かよ、それ。いや、でも今高得点ですよ、なかなか。やったー。うーわ、いや、今すごいまとまってましたね。しゅんさんがまさかやるとかますとは思わんかったわ。いや、いいな。じゃあ、DJ あらたくが何か食材言ってしんごさんにやらせる。あ、そうだね、そうだね。そう、雨降り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 で、待って、どうしよっかな。早い早い早いよ、早い早い。フライング気味ですね。確認しとこうかなと思って。じゃあ、分かった。はい、じゃあ、慎吾さんのも得意なやつでいくよ、ここはね。あ、いいんですか。うん、優しいですね。はい、ごめん、ちょっとヘッドホン取れた。はい、頑張ります。オッケー。あ、じゃあ、いきますよ。はい。じゃあ、3、2、1で言うからね、俺。3、2、1で言う。あ、マジで。言って、3、2、1で言って。うん、オッケー、いくよ。うん。お題は、魚の煮付け。3、2、1、ほい。魚を煮つけて、やや、ゴールド。そういうのいるんだ、味付けを。見ば一番、あ、し。いや、煮つけ言うたやん。まず、早5年っていうのがもう。早5年って。そんなこだわりあったんですか、煮つけに。どうやって煮つけんの。もう、跡形もないでしょ。ごめんなさい、あ、どっか、なんか老舗のホテルだもん。なんか 5年間じっくり煮込んだみたいな。継ぎ足しのみたいな。継ぎ足しのみたいな。秘伝のタレみたいなさ。ちょっとこれは、やっぱ急だと難しいですね、これ。そう、難しいよ。え、これ、まだあんの一応。あと、もう一問くらい用意してますけど、いけます？今、1対0ですけど。1対0か。1対0ですけど。じゃあ、ラスト1問を。ラスト1問いっちゃいますか。じゃあ、次、シュンさんからいこう。5点問題で。5点もそうだね。じゃあですね、音楽はこちらでいきましょう。音楽はですね、これで。ああ。もう、さっきよりゆっくりですね。そうですね。待って、どこまで、どこまで。フルでやっていいですよ。こんにちは。ちょっとゆっくりすぎるんで早めにしましょうね。早くしましょうか。え、これもうあれです、前奏あるんで3、2、1はないんですね。3、2、1なしでいきますよ。
それっぽいわ。これぐらいでいきますか。オッケーです、はい、はい、じゃあいきましょうか。はい、は頑張ります。ではじゃあ原さんから原さん、まあまあまあ原俊さんからいきましょうね。じゃあいきます。じゃあはい、お願いします。よろしいでしょうか。ではいや、お題は前奏の間に言おうかなと思ったんだけど、じゃあ分かりました。お題はですね、お題ってもう前奏すぐ流していただいて、あ、いいんですか。はい、じゃあかぼちゃの煮っころがしスタート。かぼちゃを切って一口サイズ、煮っころがしって一口サイズ、お母さん出てきてこんにちは家族みんなでいただきますまずお母さん多くない家族出てきた人最高。家族出て、お母さんすごくほっこりする内容ではあったんだけどお前、お母さん来用しすぎたね、ちょっとしかも、今のさ、うん、かぼちゃのってよりかは、うん、家族のご飯今日の難しくないですか、煮っころがしって。ちょっとね、かぼちゃネタがつきまして、まずとりあえず煮っころがしって何、里芋煮っころがし的な感じで煮つければいいかなみたいな。なるほどね。ね、でもよく対応していただきてありがとうございます。じゃあ次は DJ アルタクで。DJ アルタクで。うわー、お題はね、お題はじゃあ、はい、いきます。はい、いいでしょうか。はい、でお題はペペロンチーノ。ペペロンチーノ。唐辛子とニンニク美味しいな、スパゲッティも大好きな、そうだ一緒に入れてしまえばいいんだ、作ってみたらペペロンチーノ。はい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 、発見しました発見しました。はいはい、はい、中川君今あれで作成ですね、ただの、はい、作り方でしたね作り方でしたねでまさかのあのルール無視してメロディ無視するというねそうだ混ぜてみようちょっと驚きの状況ですね今。いやそれがパンクロックだよ、パンク、これがパンクロックだよあれですよ、最初調味料褒めてるだけですからニンニク唐辛子美味しいなですから聞こえましたか今いやペペロンチーノってでもニンニクと唐辛子入ってるでしょ。入ってますよ、うん、入ってるけどもそっからねハーモニーとかなんかいろいろ言っていただければね、ああ、はい、もうこの材料があるから、そうだペペロンチーノを作る、終わりましたからねこれでもうハーモニーとかで出てこないないやすいません、じゃあ私の独断と偏見で結果は、いやこれ俺来るっしょ、いや結果はですね、自信ありますよ、家族のご飯だよ。いやあったかい、ほっこりした、この時間帯にぴったり。これパンクロックだからパンクロック言うタイミング作ってもらえたいやどこで言おうかなって考えてたんだけど俺今結果はですね、では結果発表します。うん、結果は 2-0 で原俊さんの勝利イエーイ。いやごめんなさい、やっぱりこれあの独断と偏見じゃなくて最後作り方だしねえ、よかったー、ね、お題も難しかったかなと思った確かに、かぼちゃの煮っころがしよりはでも簡単だったと思う絶対そう、煮っころがしペペロンチーノの方が簡単だもんね。はい、じゃあこんな感じで私の今日の企画。いやいやちょっと待ってよ。あ、何ですか。慎吾さんもやらなきゃ。マジかマジで道連れだよ道連れ。じゃあはい、やりますよ。はい、うん、じゃあお題考えて。お題はしゅんさんにしよう。はい、任せてください。考えてよ。はい、スタートって言ってくれば言うからお題は、はい、肉じゃが。じゃがいも、しらたき、にんじんとうまいハーモニー揃ったね、お母さんこんにちは作っていただく肉じゃがをもうアウトでしょこれやっぱね、お母さんこんにちはしますねお母さんこんにちはしたし、ちょっとあのハーモニー入れればいいと思ってるしハーモニーを入れればいいと思ってる。いやでもいつも美味しそうだったんじゃない食材ってそのハーモニーって言ってお母さんだよお母さんこんにちははちょっとあの使いすぎたかなと思ったけどね。まあ家族への愛情がね。もう何点でしたか今ちなみに。何点待ってるのか分かんないですあ、ごめんなさい、やめましょう。もうただ、はい、お母さんは偉大だね結論ね。はい、そういうことです。はい、じゃあ今日これで自分の企画終わります。ありがとうございます。いやー、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こんな貴重な時間をね。どうしたの、なんか携帯を持ってるけど。ちょっとね、悩み相談がまさかのこのタイミングできちゃって。このタイミングできちゃって、はい、残り時間少ないですよ。で、行ってみますか。はい、そしてじゃあ悩み相談。シークレットネーム、キラキラあなたが眩しくていつから恋が始まったの。あ、やべ、これ曲どんな曲だっけこれ。ミワだよ、ミワ。あ、ミワか、まあ、いいや。というシークレットネームですね。長いわ。はい、はい、こんばんは。こんばんは。こんばんは。
毎週楽しく聞いています、うん、いわゆるヘビーリスナーです。本当かよ。ありがとうございます。ありがとうございます。最近黒い影が見えるようになりました。よく親友の後ろに見えます、うん、黒い影は何なのかと気になります、うん、ところあはい、ね、気になります、うんうん、ところでローションって何に使うんですか。トリックオアトリートメント、ということですね。なんですかこの人は。やばい人ですか。ちょっとあの危ないですね。危ないですね。結構危ない人です、はい、読みながら突っ込みとこが3つあってまあ最初の悩みがとりあえず親友の後ろに見える黒い影は何なのかな、うんうんうん、じゃあこれを解決するわけですね、はい、じゃあ解決しましょう。これは解決します。これは死神です。はい、はい、そうですね。次ハロウィンなの来てますね。はい、これですね。気をつけてくださいね。あの神社とかでお友達さんね、気をつけてください。でもう一個がローションって何使うんですかと。ローションは、はい、何使うの。しゅんさん、医療品じゃないですか。医療品だね。医療品ですかね、やっぱり。そうだね。で滑りを良くするためにね。そうだね。ね、うん、そう、医療に使われますよね。うん、適当なんですけど。うん、あれだよ、あのバラエティーで。ああ、そうですね。坂をこう。そう、坂ダラダラダラってね。なるほど、なるほど。それだ。よし、次。次いきますか。もう一個がですね、トリックオアトリートメントって書いてますね。うん、トリートじゃないですかね、これ。これは。いたずらか。か。あれだよ、ハロウィン。髪のお手入れか。ハロウィンでちょっと気分上がっちゃったんだろうね。あ、なるほど。うん、なんだっけ、キラキラあなたが眩しくていつから恋が始まったのさん。はい、トリックはトリートメント。お菓子はないですよ。とりあえず髪をいたわろうという話ですね。いたわってください。女の子なのかな。女の子ですね、おそらく。そうですね、ありがとうございます。髪綺麗な子はね。そうですね、もうそれだけで、そう、もうぐんとぐんと上がりますから、ね、ちょっともっともうちょっと時間かけてやろうかなと思ったんですが、ちょっと急に来たね。すいません、企画が1分半で終わりました。1分半、うん、ただこれは1分半でやっていいものだと思います。ですね。そしてなんだかんだでね、今週ももうすぐお時間が来てしまいました。久しぶりだったね、今日ね。そうですね、ありがとうございます、慎吾さん企画。いやー、次はじゃあどうします。新たくさん企画作ってきます。負けたんで次は、あ、そっか。そうか、負けたんで使う、作ってきます。じゃあいつも分かってる、じゃあ考えてくるわ。じゃあよろしくお願いします、うん、さあ、はい、30秒です。来週は誰が来るんですかね。お楽しみにしてください。あ、そうそう、ま、ごめん。ツイキャスでね、ひろきさんが頑張れって応援してくれたの。あ、ありがとうございます。そう、俺なんだかんだミキサー一人できたわ。お疲れ様です。お疲れ様です。来週からも頑張りますよ。はい、というわけで今週の放送は DJ ラタクト、新進進こと原俊でした。来週もこの部屋に遊びに来てください。それではまた来週。バイバイ。バイバイ。バイバ意外にシンプルだったね、うん、いや面白かったわ。大丈夫だった。ただあの伸びなかったよね。そうだね、15だね。やっぱ女性か。しかも一貫して5人で終わったからです。ちくしょう、お疲れ様です。